こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ X 選手新年生カルチャービットは始めていきたいと思います。今回は第19節ゴルティール浜松戦です。ゴールキーパーのモラーとディフェンダーのハイダとフォワードの本丸があたりが強いですね。強豪クラブです。ここ3年はついに8位9位なので、引き勝ってもそんなに上位には顔出せていないですが、不安ですね。今回はですね、我がクラン・アカリバーズはホーム戦となります。アウェーの戦いですね。では4対1で勝利してますね。これですね。VTR 見れようか。ということで、勝てるんじゃないかなと思いますが、油断せずいきましょう。今回はスタメン、ユーナを入れましょう。マキータを入れます。このぐらいかな。マキータを入れるか。あんまり相性が結構左も悪くないですね。ここに来てもカープ左に入れときましょう。本丸は当然マークです。他はそんなに強くないな。いきましょう。今日やっぱり首位ってこともあり勝率は高いですね。 50% を超えております。ゴーフ、早くも取りました。防御力はどうだ。キーパーが強いですからね、簡単に点を取れないと考えた方がいい。前半の時別のキーパーだったのかな。結構やっぱりランダムで選手選ぶことがありますからね。選手選びがこちらが有利。キーパーのモラーです。相手チームかなり防御力強力です。そこをかいくぐらないといけないんで、1対1しないとかなりで確実なとこに行かないと厳しいでしょうね。ボール取るまでは多分そんなに苦労しないだろうけど、そこからが大変かな。なチャンス、シュート、これはちょっと無理がある。すぐ壊れ球をキープしたのは、取ったのは良かったですが、やっぱりキーパー強い。一塁跳ね返されました。じゃあね、ミスしただけかな、シュート。おーっと、ミスですね、選手取られてしまった。ボール取られてしまった。おーっと、横飛び、結構危ない。ピンチです。結構コーナーキック入りますね。ストレス溜まると言われております。やはり油断は禁物なのか、竹本が入って2選手点を奪われました。サイド、
さあ前半ももう残り10分を切ってます。この当て取れなきゃ明日にも見えてくるでしょうからね。なんとか決めてほしいが、守備陣が思った以上に強力ですね。こちらの方が疲れてきてるぞ。さあ前半最後のチャンスか。いや焦りすぎでしょう。それスイパスすればよかったか。エリカを起用、早めに攻撃して 逆襲をしましょう。キラリかな。行きましょう。一気に後半です。交代枠を使い切ってまで、一気にとりあえず同点に追いつかないと攻勢に出ます。結構やっぱりタフですね。ファウルだ。と思ったんですけどね。思った以上カーブでまさかのキーパー対応できず、引きつけられてたんですね。それを左側の奥に入れたくるみ、見事でした。さあこれで振り出しに戻った。逆に相手の方が交代しないか疲れてますね。ですね、交代しないと疲れるんですよ。あー節子、ここで交代が1人交代します。ニケイタも疲れている。窓からキープ。お、パンうまい。さあチャンス、あーっと流れてしまった。残り時間もだんだん少なくなっております。いやこれは左に蹴ってほしかった。本丸撤退ですね。チームはかなり疲れている。もうほとんど時間がない。幸子の運動も運動能力も落ちますね。最後ナイス。さあラストチャンス。お、まだです。コーナーキックがあります。ナーコ来い。先ほど防いだところで試合終了です。ディフェンダー陣の相手強く、なかなかシュートを体勢まで もつれ込んでいきませんでしたね。金子がシュートを放つときも本丸はなかなか能力出せなかったですね。これですね、先制されてしまいます。これが重いとしてのしかかる。破ったのはクルミでした。これですね、ムニアル構成が左へ、
キーパーを右側に視点取られてましたからね。これは見事でした。これがコーナーキックになりますが、これを蹴る強度を返されて試合終了。あ、でも9本は打ってるんですね。最も枠内は2本のみです。はい、課題をいただきました。これでメンソーレ那覇に首位奪われましたね。1点差となっております。残り3戦次はジャパンカップ1回戦ですね。これが強いな、筑波だな。アトーレ青葉です。いいとかすごいな。さすがにこれは何をしても勝てると思います。はい、ということでている浜松戦をお送りいたしました。よろしければチャンネル登録高評価お願いします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。